これでだからアウトを取れれば本当に大きいですよ。センターへの打球はセンターの前に弾みました。先頭バッター1番のシュート、センターのヒットノーバートランナー1塁です。ちょっと最後の球はそれよりも甘めに入ってしまったか、切れてないスライダーが少し真ん中外より入った。これ1塁間破っていきます。回は2塁ストップです。シュート今日2本目のヒット、枠井から井の2です。ワンアウトからこれ枠井連打を許しました。センターへ抜ける、松田は3塁を回りました。シュートを今日3安打、同点のタイムリーヒットです。結局今のでカウント稼ごうと思って投げたのを痛打されたという感じですよね。あれ